彼女と初めて会ったのはコロナ禍の真っただ中。化粧品の甘い香りが漂うとあるビルの一室でした。集まっていたのは夜の飲食店で働く女性たち。明かりの消えかけた夜の街を盛り上げようと、ナイトクイーングランプリというコンテストが開かれていました。1ヶ月の間、さまざまなジャンルの指導を受けながら、所作や内面の美しさを審査される接客のプロたちの真剣勝負。そこで出会ったのが彼女、サキさん、30歳です。歌のレッスン。誰も手を挙げない中、一人前に出てきた彼女。自信があるのかと思いきや、